のメニューは涙が出ちゃう白のおにぎり、総料理長のチャレンジ料理、カタカタシェフチャンネル。はい、じゃあ4本目いってみましょう。よっしゃ、今週もよろしくお願いします。今日はですね、千と千尋の神隠しから白が作ったおにぎりをやってみましょう。大変そうだね。おにぎりだよ。ね、まあ、白がこう願いを込めて作ったおにぎりが千を元気づけたっていうね。なので、まあ、相当なこう祈りが入ってんじゃないかと。ね、そういうことだよね、あれね。なので、白が願いを込めたものをこう栄養としてその中にちょっと込めていきたいと思います。なんかお米に足んない栄養素はビタミン B1 とか食物繊維とかカルシウムとか、まあ、そういったものなので、ここにあるもので補って、そのおにぎりが一つと、普通のおにぎりが一つ、あと泣いちゃうおにぎりってやつね。今日使うお米ですが、どうした泣いちゃうやつね。今日使うお米ですが、特別なお米を使っています。白が龍なので、じゃあ特別に龍の目というね、貴重なお米を取って今日は炊いてみましたので、その味も見ていきたいと思います。泣いちゃうのは村田。もう泣いちゃうんですけど、わさびの辛さ苦手なんですよ、あれ。OKOK。 リハーサルじゃない。今の良かったよ。これ炒めないとダメだ、ね、このエゴマ油で、ね、切り干し大根とえのきを細かくします。エゴマ油で炒めます。塩で味を整えます。はい、ではご飯がね、炊き上がったので、これ特別なお米なので食べてみましょう。おお、見えますかね、これ。おお、米粒大きいですね。じゃあ食べよう。っていい、熱いっすよね。熱いよ、絶対熱いっすよね。熱いよ。今の振りがもう、はい、あ、ちょうどいい。ちょうどいい。香りがすごい、なんかこの辺の米と違いますね。すごいもちもち、うん、でも粒がすごい、はっきりしてる、弾力があって、うまい。つや姫と同じぐらいだね。妖精梅。妖精梅じゃない。両方褒めたんだ。いや、これをね、おにぎりにしていきましょう。はい、じゃあそれぞれ食べるおにぎりを結ぼうか。俺の前に準備してあるんですけど、ね、はい、ここです。稲梨はちょっと痩せてるから、この栄養のある栄養感高いもの、うん、はい、じゃあ結んでいきましょう。一個ずつじゃあ握りますか。栄養たっぷり、核の思いが詰まったおにぎり、いってみましょう。でもあれ、おにぎり結構大きいよね。あ、確かに線がこもった時、200にしよう。しらすと切り干し大根とえのきとほぐした鯛を入れてよく混ぜます。見た目悪くないですか、なんか世界観には合ってるよね。確かに千と千尋のいいよね、大きさは。完成。はい、次行きましょう。じゃご飯はいいんですけど、こっちが何グラム入るかに全部決まってくるんですよ。どれぐらいかな、一応測ってみる。はい、はい、はい、もうもう、あ、目にくるね。お。でもわさびふりかけってあるからね、その量じゃなかったふりかけっていうか、もう練り込んであるんですよ、うん、あと塩ね。これ片倉さんのですり替えたら多分分かんない。やべえ、絶対気がつかないな。それも面白い。もういいんじゃない。おー、すごい。どう、おー、あ、いいね。はい、完成。じゃあ最後手でいっちゃうか。うわ、もっちもちだね、これ本当に。よし、完成。早っ。あ、でも光に当てるとちょっと大きさ違うってなった。笠倉さんに言ってると柔らけ。ダメかな。でも この上に乗せてしまったら分かんないですね。確かに。入れ替えてないよ。入れ替えた。あ、入れ替えてないよ。
いや、嫌だったな。あったくん、俺これ食うから。うわ、もう誰も信用できない。これだと思うんだよな。じゃあ俺これ取りますよ。じゃあ真ん中。あれ。証拠が残ってんだもん。こっちさはないっすからね。こっちには剥がれだとないっすからね。だいたい誰がやろうっつったの。わかるだよな。残念でした。では、はい、いただきます。美味しい。こうやって食べてたよ。千。美味しいね。おお、後から来る。そう、なんかでも美味しい量だと思うんだけど。うん。一口目は。逃がしに食べてみる。美味しいっちゃ美味しいよ。うん。うん、じゃあ俺これ全部持っていい？めっちゃいいやんみたいな。お前のもん、俺のもん。俺のもんはあげっから。優しいジャイアン。こんな美味しいもの食ってたの。これうまいね。美味しい、どれも。よかった。なかなかいいね。でも簡単だからな。こちらはまあプロとしては。これにいい点数つけちゃうとあれだね。どうでしょう、75点ぐらいで。お米点。お米すごい美味しかった。今日は75点です。あとチャンネル登録と高評価もお願いします。よろしくお願いします。カメラガッて。はい、じゃあ来週もお願いします。次回カタカタシェフチャンネルはごめんなさい、はい、また決まってません。お楽しみに。忘れてたよ。